前の横浜アリー棚橋岡田と戦い、そして敗れました。敗れてる男、少年の涙となりました。容赦のないここまで切りつけられ、どん底に落とされた。それでもドアのエース顔を切り締まり耐えに耐えてきました。初めて武藤に勝ち、円満を制し、そして GHC を取り戻した。今度こその思いで臨んだ横浜に完全に透かされました。下に見られ無視された。ならば